左、九谷焼、しそ、五島最人老紀候秘密に、山中温泉九谷町の国谷用紙山中塗り加賀市は、石川県南西部に位置する市、福井県と接する市役所のある大正寺地区周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。浮きは合併前の旧、加賀市のデータ。加賀市役所山中温泉支所加賀市では本庁方式をとっている。2012年、2014年、2019年、2020年機械製造業が発達している。山城温泉、山中温泉、片山津温泉といった温泉地にも恵まれており、観光業も盛んである。 国の行政機関高等学校、中学校、小学校特別支援学校、その他図書館、いずれも、加賀市立。2016年7月5日に、福井県蕨市と連携し、県境を越えて、双方の市民に図書を貸し出す事業をスタートさせた。博物館、美術館等ホール、その他の文化施設かが温泉駅市の中心にある駅は、大正寺駅であるが、ほとんどの特急列車は、 加賀温泉駅に停車する。かつては大正寺駅から北陸鉄道山中線が同京駅から同山城線及び同片山津線が分岐していたがすべて廃止された。2023年春に開業予定の北陸新幹線金沢駅鶴ヶ駅間では加賀温泉駅に新幹線駅が設置される予定。現在在来線駅の南側で 新幹線駅が建設中である。ホームは中央に通過線2線を有する2面4線の相対式ホームを設置予定。片山津温泉温泉。ありがとうございます。